やべえ、あれだ、やべえ、俺が乗んなかったせいで逆にこいつはキレてると思ってた。あ、すでに俺らね、もう3回目乗りたくなかったか喋んなかった、マジで、マジで乗りたくなかった。これさ、言ってたの、あの、そう、ダーンって落ちてさ、これ運ばれてるかんか、その前に、これさ、もう遊園地出るまで俺ら絶対喋んないようにしようって言ってたの。余計なこと言うて、それ言うまで、それを言ってたじゃん、一応最後、終わった、言って出たの。言うまで、これ、割と、あ、やべえ、キレてる。え、俺乗んなかったせいで切れてると思う。逆に俺らはあの間星間切れてると思ってるから、だから今日ね、やべえ、今日俺らなんかね反省会をしたの。あのね、遊園地入れまで間に星間が黙ってたから、あの間で星間切れてると思って、でだからお前の悪かったところはかっこよかったけど、いや吉田だけ行かせるわけにいかねえって、逆に星間残しちゃうもんような言葉だから、あれは よくなかったぞって。動画的には良かったけど、よくなかった。やべえ、これ行かなきゃまずい流れだけど、あ、やべえ、ちょっと俺きつい、でよくなかったぞって言って、で俺の反省点はその後に、いや、これでクロスさんとの絆が深まった気がするわっていうのが悪かったわあったの。そういう反省会を今日したのしてたよね、2人でした、うん、あれ行けなかった、あれはね、星間星間悪かったっつって。申し訳ない、俺動画撮って、あ、やべえ、これで喋んない、あ、やべえ、俺が空気悪くしたなと思って、だって俺あの前に最初吉田行ったじゃん、で星野に、いや、どうする星野、星野が行けって言うんだったら俺は行くぞって言ったら、行かなくていいんじゃないか、行かなくていいんじゃねえ、だから黒坂さんは煮え切らなくなって、いや、吉田にだけに行かせるわけにいかねえやなって。ロシアだけに行かせるわけにいかねえよな。30秒後、おい、なんで前乗ったんだよ。バカだろお前。そこ俺かったから、俺からしたら素でちょっと引き止める予定だったのに行っちゃったよと思って。覚悟決めたもんな。だって穴乗りってさ、動画撮っちゃってたら行くしかない通りじゃん。最終的に言ったのね、いやさ、俺らさ、これ聞かれてるけど動画撮ってんじゃんって。最悪消したらいいかなと思って。俺もね、性格悪いのがね、まずさ、俺がさ、行くって言ったから俺は絶対に一人にも乗んなきゃいけないんだよ、まずね、動画の乗り考えると。で、俺がね、性格悪いのはね、こう2回目の目の前になってさ、黒今ならトイレ行けよ、黒今ならトイレ行けよって、もうこれ行かなきゃいけないノリなんだよ、強制的にな。いや、今なら助かる。いや、俺ね、あのシーンね、好きすぎてね、何回の動画見てるか分かるけどね、黒さん、あの時ね、横からのね、吉田だけに行かせるわけにいかねえ。覚えてるか、ポーズ。吉田だけに行かせるわけにいかねえなって男を見せた後に、なんで乗ったっていう問い詰めてるでしょ。なんで乗ったんだよお前バカ野郎って、俺って乗りたくなかったんだよクソ野郎。こんなんでな、男のプライド見せられるって言うんだったら、俺は女になりたい、女に乗るとはいって言ってたの。言ってた女になりたいって、ジミー黒さん何言ってんだろうなと思ったら、女になりたいって。人取れんじゃない動画見るの。俺らマジで、俺ら見て分かんないんだもん、分かんない、マジでウケるよな。あの後帰ってからあれの怖いところは、よう見た動画、あ、違う、あの、こっちの動画じゃなくて普通の方の、あの、別の人が開けたやつ。ああ、そういうこと。あれの怖いところはさ、登り最初に行ってガチャンと止まってからさ、ちょっとずつ登るところで、あそこが一番怖い。おい、うなるんだよ。確かに吉田3秒って言ったな。あ、マジ3秒落ちた、落ちた。マジふざけんな、ずっと出した何これ、なんで止まんの、マジふざけんなみたいな、ずっと止まんの。頭おかしいだろ。乗る前最初さ、いや、あの最初のおじさん、マジで最初、感覚かってたわ。あのおじさんよかったらなって言ったの。俺、あれ乗ってたら絶対失神してる。これ強い。マジ絶望だよな、あれ乗ったら。暴言吐きまくったから。なんでこれ乗ったんだよ。何が動画のためだよ。何が男見せるだよ。マジふざけんなって。マジ、新友情感に怒られてるからさ。で、終わったらあれだよね、いや、喋るな、いや、マジでこれは、いや、絆が深まったな、さすがにこの10倍以上の兄貴も勝つ、俺って死を共有して、マジで、いや、友情が深まった。だって俺だってパイレーツ乗ってる時一人で乗ってんじゃん。で、もう手振れ、掴むな、手振れって言ったから、掴まずに手振るだけまずいなと思って、やべえ、やべえ、やべえ、怖え、怖え。
結構上がってきた。あ、やべえ、怖え、ふわっとする、ふわっとするっていう、ね、ちょっとこうやってやってるね、皇太子みたいなやつ、皇太子やってるやつ、皇太子みたいな、皇太子みたいな、もういや、あ、手軍だけまずいんだ。俺がさ、おい、保身頑張ってるぞって言ってて、あいつすげえよ、頑張ってるって、あれ結構怖いんだよってさ、ふわってくるからさ、クロさんにさ、いや、今の保身さ、若干さ、あのさ、天皇陛下みたいだなって言って、保身、クロさんめっちゃ笑ってるの、こういう感じ、天皇みたいな、なんか、天皇家みたいな見てみる今日これ、俺がポケットから出すあたりだから。うわ、俺やな、これマジで下、これ真下、今こう運ばれるところ、立ってる、そう、こうやって、こうやって座ってる、俺絶対嫌だ、俺絶対嫌だ、ほら、言ってる、なんで乗ったんだよ、もう一回行く、この後に俺らはすげえ坊やつかる、これ1回目2回目2回目2回目ほら、男についてんじゃねえんだよって、ああ、やってるから超怖かった、これ中腹なんだよ、まだ、俺無理だ、これ絶対、ここゆっくりじゃん、これイラつくんだよ、マジで、やだで、ここマジイラつくの、ガタンね、ここね、ガタンっていうゆっくり前に出されるの、これマジ無理、あっちゃった、3人聞いてみ、掛け声ガン、ここ腰痛いこれ聞いてると思う、だもん最初、星野言ってたのがさ、この辺りからでしょ、俺らが黙ってたからでしょ、うわ、切れてるよと思った、違うんだよな、余計なこと言いたくはなかった、だから手挙げてんの、こっち行け、こっち行け、もう最低限のことしか、ジェスチャーも最低限しかやんない、お疲れ、あっち行こう、あっち行こう、あっち、あっち、うわー、切れ、帰ろう、帰ろう、俺が飲んなかったからなと、この間、みんな思惑がね、誰かが切れてるやつかみんな静かだからセミの声が聞こえるの いい絵撮れてたでしょ、頑張ったんだよ2回も、正直2回目の怖さはもう4分の1ぐらいだよ、正直3回目のやつは怖くはなかったと思う、でもね、これね、俺ら3回に行っても何でいるようになったっけかそしたら、俺、そしたらもう3回目乗った後にもう5列乗ったんだけど、めんどいことになるよ、確かさ、沈黙に耐えれなくてさ、俺さ、たびたび笑ってんだよ、ここそうだほらうわぁ、こいつは決めてる、写真だけ、写真、動画だけだったこれさ、首の嫌な気焼けてるもんね、この時どうしよう、たまに星野だけで真面目な顔してるのかな、いや、これ笑っちゃう、俺ここの時さ、ただ単に涼しいでしょ、タレベルで俺、早くここ抜けたいと思ったわいや、どっちか切れてるよ、少なくともこれに喋れっかなと思って、いや、無言状態だからさ、